はい、スマホ携帯ジャーナリストの石川敦です、えー。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。えー、本日解説したいニュース、こちらになります。えー、最強の 5G ネットワークはどこのキャリアか、2021年10月版といったところで、えー、ネットワークの調査結果発表されました。えー、こちら、えー、イギリスにある会社ですけども、オープンシグナルという会社が、 日本のね、5G のネットワーク体験について調査をし、レポートを発表しているので、こちらをご紹介したいと思います。えーね、先日レポートが出て、メディア向けにも説明会されましたので、まあね、その内容をご紹介できればなと思います。えー、オープンシグナルという会社、まあ、定期的にレポートを発表しております。でまあ、特徴はといいますと、まあ、スポンサー提供資金が一切ないレポート。 ものになっていますまあねあのこうしたレポートをねいろいろとまあ発表されて,てみもいますけど、まあ、どっかね会社がお金を出してまあ調査をしてもらってまあねその会社にこうね有利な結果を発表するというね手法も度々行われていたりもしますけども、まあ、オープンシグナルに関してはねそういったまあねお金をもらっての調査はしていないと。 オープンで独自な、オープンで透明なルールを公開して行っているというところ、独自のビジネスモデルを築いているというところになっていますので、まあね、その点は、あね、留意しておいていただければなと思います。で、実際これね、ユーザーのモバイルの体験を、まあね、実際のデバイスを使ってデータ収集していて、数十億以上のデータを使って、 でまあ実体験を分析しているというところで、まあ、結果として、ね、そういったねユーザーの体験がまあ調査結果に表れていますよというものになっておりますはい、えー、まずは日本のモバイルネットワークユーザー体験レポートというね、えー、モバイル全体のね中身に触れていきたいと思いますでこちらがね20102021年10月の日本のレポートといったところになっています えー、大手4キャリアでね、えー、様々な、まあ、体験について、まあ、比較、評価をしていて、えー、これ見ますと、まあ、ソフトバンクがね、えー、3つの部門で、まあ、勝者といいますか、ナンバーワンになっていると。ビデオ体験、ゲーム体験、あと音声アプリ体験に関して。で音声アプリに関してはね、楽天とまあ引き分けで、まあね、価値を分け合っているというところです。 楽天に関してはね、アップロードスピードの体験もま勝利しているというところで、ドコモがダウンロードのスピード、一方で au はね、4G の利用率というところで1位になっているというところなので、4社ね、それぞれまあ特徴がね、なんとなく出てるんじゃないのかなというところです。はい。で、こちらがね、 えー、詳しい具体的な内容になっております。ね、これ、まあ、差のある、ね、調査結果もあれば、ね、僅差のものもあるというところですし、まあ、なんでしょう、ソフトバンクが比較的ね、そういったアプリケーションのユーザー体験で強いという状況が見て取れるのかなというところですし、ね、こちらちょっと、ね、アップロードに関しては、まあ、楽天がぶっちぎりに早いと。 いうところですし一方でダウンロードに関してはねドコモが早いですよというところでまあ 4G の利用率というところで言うと au が99.6ですけどもまあ結構ね他社もいい勝負してんじゃないのかなとこれはあのー、人口カバー率といったものは出てこないのでまあその辺がねちょっと 日本からすると楽天実際どうなのよというところは正直あるのかなと。やはりこれというのはね、つながってる状態でのまあ体験というところになってきますので、ね、やはりその楽天実際ね、今エリアが、ね、あのローミング切ってることによってまあ狭くなってるんじゃないかという話もありますけど、まあ、そういったものは体感で出てこないというところがね、えー、このレポートのちょっと残念な点でもあったりするのかなというところです。 でね、あとまあその 4G 利用率ね、au がなんで早いかというとね、おそらくもう 3G をね、とっくにやめてるというところが大きいんじゃないのかなと思います。ね、なのでまあね、楽、その、それに関して言うと、どこもソフトバンクはまだね、3G つながったりもするというところもあったりもするのかなというふうにも思います。はい。じゃあ楽天がなんで 99%? パーセントなのかというところはね、ちょっと謎だったりもするかな。4時かもしくは5時か繋がってないというところからするとね、楽天のデータがちょっとおかしいのかもしれません。はい。で、そんな中、えー、ね 5G の体感というところもね、個別に抜き出しております。はい。 5G の利用率で言いますと NTT ドコモがナンバーワン。ただね、まあ3.1というところで言うとパーセント、3.1%なので、まだまだね、全体的には 4G ネットワークでなんとかね、つ、え、な、ー、がると3.1%でつながるというところだったりもしますし、あの、楽天に関してはね、まあサービス提供が遅かった、開始が遅かったというところまでね、1.6に止まってるのかなというところです。はい。ね、いうところですね。はい。 で、じゃあ実際に 5G のビデオ体験というところで言うとね、まあこれもソフトバンクが強いというとこですし、まあ楽天もね、いいとこ頑張ってるかなというとこですし、一方で、まあどこも au が、まあね、負けてる状態にあるというとこです。はい。 ゲームに関してもね、あの89.8というところでソフトバンクがナンバーワンというところで、まあね、ソフトバンクのネットワークに関して言うとね、やはりまあ元々 PHS のネットワークを持っていて、まあ、そういったねきめ細かな基地局設計というところがまあ効いてきてるんじゃないのかなと、マイムが効いてきてないのかなとは思います、はいで。さらにまあ 5G の音声アプリに関してもねソフトバンクがまあナンバーワンというところです。はい で、ダウンロードスピードに関して言うと、まあ、楽天が圧倒的に早いですよというところになります。これね、まあ、いろいろとね、見方ができんじゃないのかなというところですね。で楽天はね、まあ、5G のエリアは狭いというところはありますけどね、まあ、つながれば早い。まあ、おそらくまあ、ね、楽天、そもそもユーザーが少ないというところもありますし、でさらに楽天で 5G 端末を持っている人もさらに少ないと。 まあ、楽天ビッグとか、あとまあ iPhone とかというところに限られてくるので、まあ結果としてね、つながればめっちゃ早いという状況なのかなと思いますが、やはりね、これまあオン4社それぞれね、まあ実際つながってみると100メガを超えてるというところで言うとね、結構早いというところなんじゃないのかなというふうにも思います。はい、そうですね。 でこれ 5G ユーザーに限ってみると楽天が圧倒的に速いというところになりますけどもこれがね全てのユーザーというところになってくるとまあね、A、ドコモが速くなるという状況にもあります。ですのでねまあ、この辺の違いというところが出てくるのかなというふうにも思います。はい で、アップロードスピードに関して言うと、楽天がね、圧倒的にまあ早い状況にあるというところです。まあね、これやっぱユーザーが少ないというところが効いてきてんじゃないのかなというところです。はい。で、じゃあね、実際にこれまあね、あのー、比べてみましたと、表にしてみると、まあこんな、まとめてみると、こんな感じになります。 え非常に強いのがまあ楽天とソフトバンクというとこですし、まあ続いてね、ドコモというとこで、AU に関しては無冠で終わったというところです。まあこれね、あの、いろいろとあるんじゃないのかなと。まあね、えー au とソフトバンクは、ま、ね、4G の転用、4G 周波数の転用で、ま、エリアを広げているというところもある中で、同じね、エリアの広げたしている方にもかかわらず、ま、au は全然取れずに、ま、ソフトバンクが、ま、勝ってるというところ。ま、このあたりね、おそらくま、そのね、ネットワーク細かく売ってる、ま、ソフトバンクが強くなってくるのかなというところはあるんじゃないのかなと思いますし、 で、これね、あの、いろいろと、まあ、突っ込みどころあるんじゃないのかなと思いますが、一つね、私、今気になったのが、最近ね、あの、ドコモの 5G ネットワークって、まあ、パケ止まりするというふうに言われています。ね、あの、こう、パケットが、こう、ちょろちょろ流れる、ね、ゆっくりちょろちょろ流れるんではなく、全く止まってしまう状態。 私もあのね、Galaxy Z Fold 3 5G とか使っていると、5G 表記になってるんだけど、全然ね、ページ更新されないとか、YouTube は止まってしまうという状況。まあ、いわゆるね、パケ止まり状況になったりもするんですけども、 まあこれってね、ちゃんとこうユーザー、このね、ユーザー体験のこの調査に反映してるんですかというのをオープンシグナルの担当者に聞きましたら、まあそれというのは結果として、まあそのビデオエクスペリエンスとですとか、ゲームの体験とかに影響を及ぼすんだと。なので、まあここでどこもは勝ててなくって、 楽天とかソフトバンクに負けてるのは、そういったパケ止まりの影響が出てるというふうにも言われてました。ですので逆にね、5G につながるとかね、到達率に関してはどこも強いんですけども、一転してじゃあ、ね、そのユーザー体験のね、良さですとか、あとダウンロードスピード、アップロードスピードには、パケ止まりがどうしてもね、関わってくるので、楽天とかに負けてしまうという状況のようです。 まあそういったことね、話を聞くと、も、まあ確かにね、ユーザー体験に近いような状況になってるのかなというふうにも思います。はい。これね、まあ定期的に発表されるレポートなので、まあ今後ね、また状況変わってくるとは思います。ですのでね、これね、皆さんいろいろと今後ね、どういうふうにね、あの、変わっていくか。これからまだまだね、5G エリア広がってきますし、ね、それこそまあ、ね、あの、 4G を転用するですとか DSS みたいな技術を導入して増やすというところもあれば、ちゃんとね、5G で与えられた収益数で増やすといったね、キャリアの戦略も変わってくるので、まあ、このあたりのね、評価はどう変わってくるのかというのも、これから注目していただけたらなと思います。以上が私からの解説になります。ありがとうございました。